ちくわぶって言うの。シルク着てんだよ、これだよねみたいなこと言ったら普通にあ、はんぺん。はんぺん大好きなんですよ。はんぺん、美味しいよね。確かに美味しい、はんぺん美味しい。ベタに行きますね。なるほど、ベタに行くの。こんな感じか。それでは、本番はい、行きましょう。1問止まってる。ちょっと待って、でも口も止まっちゃった。そう
感じ。確かに、うん、なんか割とダジャレみたいな、おじさんみの方が強い。あですよねみたいな。そう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 、この子カップラーメンしか作れないし、ひなさんちゃんと料理できる。そう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 、私やっぱ家庭的では料理で今。でもあゆみちゃんもエリはあゆみちゃんに入れたんだけど、それもなんかちょっと動き、あーあー、動きはなきしちゃう、それは動きやっぱ動きで低く見えちゃうんだな。でもそういう面ではカルディを、ね、かっちゃんはダンスやばして、カルディかっこいいんだよ。それはかっこいい。尾形が今男性男子力が強い。尾形のピンポイントが多分ツボに入ってたんだけど、悪い意味じゃなくてよかった。でも正直これは、あの楽屋の使い方が下手っていう意味で福村さんっていう意見も出ました。あの
で好きな部分。いや、褒められたいんやん。まあ、どうかでしょう。え、変えなさい。自分が思マリアが思ってる自分のマリアさんもマリアの好きな部分。部分、体の部分。え、すごい、12期がなんか早い。ほくろに知ってんのかな。
で分かんないと思うんですけど、なんか何、私が春の嬉しそう、好きな色は何色でしょうか。尾形
然丸々です、ね、なるほど。いやー割とみんなできるものが少なかった。確かに丸々。一人丸々？一人丸々。多分みんなの学生でできます。でも一人丸々といえば、まあ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 、はい、バリンカラオケ。おーせーの、一人カラオケ。一人占い。一人カラオケ。一人カラオケ。あ、編み込み。言ってかなきゃ始まんないから。確かに大事ですね。なんかそのモーニング娘。の目標が
て、こう、このメンバーでやりたいこととか。おお、このメンバーでやりたい。またなんか増えてじゃん。いいね。うちのおばあちゃんちでたこ焼きパーティー。はい。はい。あ、いいよ。振りとか覚えるのに精一杯で余裕がなかったんですけど、なんか占いしてもらったんですよ、2016年に。そしたら2018年はビクビクしなくなるよって。なので勝負の年だなって思うので、2018年はあの余裕を持ってパフォーマンスできればいいなって思います。ラブリン的ですか？私ラブリン的にはあの考えてるのは、2017年よりも野球をたくさん見に行きたい。おー、なんか可愛いかわかんないですけど。いいよ、バッチリだよ。2017年はまあなんて言うんだろうな、まあ、2016年とかも10試合行けなかったぐらいしか行けなかったので、もう合間を縫って行ける時に行って、もっともっと野球を通してモーニング娘。は、まあ、モーニング娘。を知ってもらったりとか、それなんか駆け足になれたらいいなって。長崎さん、あ、ごめんなさい、いいよいいよ。あのワールドツアーもそうなんですけど、アリーナ公演をこのメンバーでやりたいなって。あの横浜アリーナで、あの内重さんの卒業のコンサートをやってた時に、私は客席側で見てた側だったんですけど、いいなってすごい思って、あのに大きなステージで立ってあのパフォーマンスするって絶対楽しいんだろうなって思うので、そうですね、アリーナ公演やってみたい。頑張ろうね、頑張ろう。なんかよくやったことありますか？私はちょっと個人的な目標になっちゃうんですけど、2017年はあのハロープロジェクトのコンサートの時に、あの歌、自分の歌がすごい悔しくて、あのちょっとポロポロしちゃった時があったので、2018年はもうくよくよしないでどんどん自分を成長させていきたいなって思ってます。すごい、前向き、前向き。ちょっとまさきちゃんとかに聞いてみたいな。まあはなんかとりあえず今はメンバーチーム一緒にいれることの幸せをもっと感じたいなって。なんだって説明したりか分からないんですけど、このなんていうんだろう、この時間って、その時間内のメンバー、このメンバーといるっていう幸せを、このメンバーだけじゃなくてもっといろんな人に知ってほしいなみたいな。そう、このメンバーってすごい人たちの集まりなんだよみたいなことをもっと伝えていきたいなって思います。はい、それでは最後に2018年のモーニング娘。といえば、はい、最後のお題です。みんなが叶えたい夢。